の何でも相談室皆様からお寄せいただいたご質問にお答えしています。美香鎌田さん、森先生ってご自身をどう説明、例えばリンゴの味の説明って難しいのですが、<laughs> どういうことかな。僕は <laughs>、僕です。説明というか、うん、僕は僕ですね <coughs>、えー。はい、リンゴの味の説明難しいですよね。正直中村さん、えー、昨夜、突然ミューテーションのように僕が変わったようです。自己が変化することが最大の想像。その体制が間違っていなければ、昨夜が僕の第二の誕生日となります。 ところで僕は SF を選びました。なぜ僕は SF というジャンルを選択するのかその理由はブルース・スターディングに言わせるとこの SF サッカー責任のない影響力を持っているからですなるほどね SF いいですよね僕も SF 好きですはい SF は是非書きたいなと思ってますまあプロセスアイって昔 SF 書きましたけど <laughs> ええ、あのもうまた書きたいなと思ってます 修士中村さん、夢に関する論文は今まで読み切れたいのでコメントできません、ね。すみません。いよいよゆっくりゆっくりもうね、論文は待ってくれますからね、逃げていかないですからね。女性、木村さん、宝石木村さん。英国で開発されたアストロゼネカのコロナワクチンは、稀ですが、血栓症が報告されており、各国で問題になっています。人,人間に無害なはずのチンパンジーのアデノウイルスをベクターとして使っている技術を採用していますが、無害なはずでのアデノウイルスがなぜ問題を起こすのでしょうか。これに近い技術を採用しているロシア製のワクチンは、なぜ 同じよううなな問題がも報告されてないでしょうかごめん僕これについては全然技術的な検討してないんでわかんないんですけどまああの製造プロセスとかどれぐらいその想定された成分以外の成分が混入してるかとかそういうことに関わるのかなと思いますあとまあ体質との組み合わせもあるからなかなか状況が複雑なんではないんでしょうか。 えー、吉川さん <coughs> 私は脳を勉強すると一般的に言われる愛の人格者になのだと思っていました。私は日常の生活レベルで自身の意識とその意識を否定しているある種の意識の存在をメタ認知することで感じるの格があります。なるほど。何か自分自身を向上させようという意識を感じるのです。それが両親の正体かもしれません。昨日の動画で説明されていました。野球の伸びる選手は人格が影響していると言われました。脳科学でも同じことを言えるのではないかと思います。まだまだ分からないことが多い脳科学の本質をつかむには愛の人格が 影響を及ぶしているのではないいいかかかと思いますがいかがでしょうかいくら理思想哲学とか脳科学を研究しても人格が伴わなければ限界があると思います。コリアを否定しているダニエル・デネットのように。なるほど。これは面白いなと思うんですけど、あとダニエル・デネットは別に人格が足りないんじゃなくて知性が足りないんじゃないですかって、これもうひどいこと言ってるよね。デネットさん、ごめんなさい。まあでも言ってることつまんないと思います。ごめんね、デネット。えー、まああの <laughs> Good morning, Dr. Kenma. I have a question for you. Uh, is there a substance of consciousness? Is it possible to extract consciousness physically from a brain if there is a blueprint of consciousness that is equal to every brain? This is the difference between the human brain and the zombie's brain. If consciousness is a kind of information that is created in a relationship, it looks like a substance of consciousness, and maybe we can say that inter brain consciousness can be described. What do you think about it? In addition to the above, what do you think about the relationship between synchrony and integration in the brain? I think that there, these phenomena are closely related to the mechanism of consciousness. neural synchrony shows the integration of neural activity, and consciousness is obviously integrated into a single phenomenon. However, in the awakened state, uh, the degree of synchrony increase decrease Then I think that the decrease, decreasing the degree of synchronization during awakened. ウェクステイト shows that there is a lot of synchronization, and each synchronization represents c h o r e If this synchronization is integrated as a whole, consciousness arises as a single phenomenon, and this mechanism of integration is consciousness itself. If this integration is disrupted, this integrated phenomenon like sch schizophrenia, か、w how a t do you how do you think about it? あのまず前半の意識に対応する物質のようなものがあるのかという。だからゾゾンンビビ <c oughs> えっと要するにゾンビの ゾンビってのはまあ客観的に同じような振る舞いしてるんだけど意識は存在しない存在ですよね。でそのゾンビと意識を持っている脳の違いってのはそのサブスタンスの違いによって、えー、と説明できるんじゃないかっていう仮説についてはまあ論理的にはありえないわけじゃないんですけどまあ難しいだろうなっていうおそらく存在、えー、とそういうものはないんだろうなっていうのが僕の直感ですけどねエビデンス的にもそうかなと思うんですけどあとああそう動機と <laughs> 意識の関係については興味深いですよね。 動機についてはあのご存知だと思うんですけど昔あの結びつけ問題いわゆるバンディングプログラムを動機と結びつけて説明しようというような流派があったんですけど、まあ、立ち消えになったっていうののは僕の理解ですねうんだから動機というのがバイプロダクトだから神経細胞のネットワークのある種の属性として動機というものが起こるだけなのか。 それとも、えー、何らかの本質的な意味があるのかってことについてはいろんな議論が行われていて、まだ決着がついてないんじゃないかなと思うんですけども、えー、とても興味深い問題ではあるのかなと思いますね。で、その動機のディスラプションがスキドフレーニアとかいう、都市調とか、そういうことに関係するのかどうかってことについては、分かりません、えー。これについてはね、ちょっと最近の論文を僕は検討してないんで分からないんですが。 僕,の,ちょ僕の,あの印象は同期をそういうものと結びつけようという試みって過去に何回もあったんですけど、どうもうまくいかないんじゃないかなというのが僕の僕印象でございます。シ、え、ュージ・ナカ o ラさん、ごめんなさい、MogiPhD。Can you please tell me whether or not right hemisphere of the brain is responsible for intuitive mathematical processes while the left hemisphere of the brain is responsible for logical and natural language processes? 機能局在でその右脳左脳のそういう直感右脳が直感でまあ左脳が論理的言語的っていうのは、まあ、ある程度のエビデンスがあってでそれは別に否定することでも何でもなくてまあ普通に考えて右と左があったらそれぞれちょっと違ったものにしようなって共通点もあるんだけどちょっと違ったことに使った方があの機能のダプリケーションがなくていいじゃないですか,だかそういうアーキテクチャになるだろうなってだたい予想できると思うんで。 で、それ以上の何か意味をそこに見出すっていう流儀については、僕はあんまりシンパシー感じないんですけど、あの客観的な事実としてはそういうものはあるんだろうなと思いますね。あのはい。でもそれ以上でもそれ以外でもないような気がしますけどねえ。順子、園田さん、いつもどのような質問にもお答えいただきありがとうございます。森先生は多様性自己肯定感、自分を好きになることの重要性を常々子どもたちに説いていらっしゃいますが。 子供たち人間と自然との関係性についてはそういう関連付けてお考えでしょうか子どもは自然とコネクトすることができるんですよねコネクティッティネスっていうかつながったっていう感じというのは極めて重要だと僕は思ってましてで子どもがいかにその自然とつながってるという感覚を持てるかってそういう機会を大人たちが与えられるかということが大事だと思います僕はだから幸いなことに蝶々を子どもの頃追いかけていてこれはトリバニアるんですけどもあのそういうことを。 経験する機会が多かったことは本当に良かったなと思います。早見拓斗さん <coughs>、おはようございます。いつも質問に答えていただきありがとうございます。こちらこそ、こちらこそ。森さんは先日、主観性を客観性の中に繰り込むという話をされていました。また主観・客観を二項対立的に捉えていては、心、え、のー、問題は解けないというに言われていました。主観性を客観的に客観性に繰り込む際に、それを記述している私は扱わなくてよいのでしょうかそもそもそれは扱えないのでしょうか えー、そこら辺はね、だから一番面白いところなんじゃないですか。だから、繰り込みというときに、その繰り込みを記述しているもの自体も繰り込むという、だからそこら辺のね、スキームっていうのはちょっと僕も詳細に検討してないんでわかんないんですが、とてもとてもいいポイントだと思いますよ。なんだったら、タク斗さん考えてみたら <laughs>。うん、あのー。で、ゲーテル・イシア・バハなんかはそこら辺は議論してて、ちょっともうね、う出たとき読んで、それから読み返してないんで、ゲーテル・イシア・バハ そろそろ読み返したいなとはずっと思ってるんですけどなかなか時間が取れなくて、えー、そのあたりが極めて重要なポイントだと思いますえっ、ー、と鉄子渡辺さん森さんこんにちは初めて質問させていただきますどうもどうも初めまして東京オリンピックや高質なネタに関してよく一度ケチがついたものがうまくいかないというふうに言われることがありますオリンピックの準備などを見ていて私もつくづくそうだなと思うのですがこの物事に一度ケチがつくとうまくいかないというのは科学的に説明できたりするのでしょうか 変な質問ですみません。ジメジメしたお天気ですが、お体にお気を付けください。ま、あのお書きになっていることわかるんですけど、僕はそういうのは迷信だと思ってます。うん、あのシステム開発とかだと別にケチが作ってうまくいかないのは当たり前でそれをいかに乗り越えていくかっていう粘り強さがないとダメなんで。だからケチが作っとうまくいかないっては、情緒的な反動でそれ自体は意味がないと思うんですね。で、僕はあの前から言って、東京オリンピックはもうやること。 なるためにベストを尽くすべきだと思ってます。やらない理由が僕にはよくわからないですね。で、皇室の縁談については、まあ、僕は一連の動画で申し上げている通りです。あのーうん。まあ、だから、眞子様と小室圭さんのお気持ちにそれば。お二人が幸せになればいいんでしょうけど、それと皇室の男性皇族が少ないというシステム的な問題があって。で、後者と前者が。 結びついちゃっていうのが問題だとだから僕は論理的に言って、えー、男性の皇族を増やす方向つまり、えー、旧宮家の皇籍復帰がいいというふうに論理的に思うってことです。あのでそれについていろいろ情緒的な反応とかあると思うんですけど論理的に言ったらそれ以外のソリューションはないっていうのが僕の、えー、基本です。たまちちゃん、えー、質問ではありますが俺の気持ちを えー、コメントで投稿させていただきました。プレイヤーの仕事流儀で森先生を知って以来、ご聴取やブログに励まされてきました。ありがとうございます。今も森先生の YouTube を見て聞いて、自分の無意識を耕しています。ありがとうございます。とても嬉しいお言葉です。森先生のまっすぐで温かなお人が大好きです。ありがとうございます。えー、今朝の軽量ですとですね、36.5度でした。<laughs> お体の健康に気をつけて、知恵と勇気と元気の種を巻き続けてください。これからのご安心も頼みしにしています。本当にありがとうございます。たまちゃんのそういう。 お言葉があのとても嬉しく感じます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。えー、ローラ・アン・ユズリハさんジョー・ローガン s a Giving it to the walk mob will result in straight white men not being allowed to talk の記事に対して We can all take turns とコメントされていますがこれは誰もが社会的弱者にも強者にもらうといった意味でしょうか <laughs> よく見てらっしゃいます。あそう俺がツイートしたんだっけ <laughs> うん、あの、まあ まあねこうやって僕日本の中で皆さんとかってコミュニティ作ってやってるんですけどまあ正直言って日本の中には世界的なグローバルなアジェンダがガーッとやられてるところはないっていう感覚はいつもいつも思ってますけどまあ日本の話題にしてもなんか日本のテレビしても僕はもう優しい気持ちになっていて、まあ、しまあしょうがないよねっていうか、まあ、いつかはいいこともあるでしょうっていうことでまあ そういう諦めの境地でいてで僕が本当に痛い,い,いっていうか行きたいのはまさにここが気になってるジョー「浄糧丸」のようなところでなかなかまあ、えー、と僕もそのなんていうか修行が絶えなくてなかなかダメなんですけど、まあ、頑張ろうと思ってるんですけどね昨日もあのアメリカとイスラエルの人とかって40人ぐらいとなんかウ,ェビウェビナーやってたんですけどいや面白かったです。でそのまあで日本のメディアの中ではまあ。<laughs> 田舎っぽいローカルなことはやられてるわけですけど、そのジョー・ローガンで言ってる、その、なんていうか、ウォーク、要するに政治的に正しいような人たちがいると、白人の、えー、男の人がね、しかもストレートな、性的にその異性愛者の男の人は、もう喋ることができなくなるよみたいなことが、まあ、コントロバーシャルなステートメントとして言ってきたんですけど、<laughs> We can go <all> t take turns っていうのは、だから、それに対してまともに。 あのー、反応するのはあれだってジョークです、ね、だからその昔あの白人の男の人が、あのー、殺言権を持ってた時期があったとするとじゃあ今はエスニシティが別の人シスピヒスパニックの人とかアフリカン・アメリカンとか、あのー、エイジアンとかそういう人がしゃべる番じゃねえのとか言って順番でやったらいいんじゃないのっていうそういうジョークとしてを書いたもので,でジョー・ローガンのそういうことに対してあのこうやってコメントする短いコメントなんですけど。 まあそういういことで練習してる感じですかね、だからそこに行く、練習をしてるって感じですかね、はい、そこに行,く行きたいっていうか、かそ,それが僕は僕,僕は移動する方が面白いと思って、日本をなんとかしようって思うよりは、日本はもうなんともならないって感じが僕はしてるんで、まあしょうがないですよね、あのこれだけで歴史のある国で、あのー、いろんな感染の法則もあるわけですから、そう簡単になんとかなんともならないのは、まあ日本の良さでもあると思うんで、日本のメディア状況についてはもうギブアップという感じなんですけど。 え野口明宏さん、茂木さん、こんにちは。先頃、受験勉強の方法として、アウトプット重視の勉強法を提唱されていました。なろうと思いました。この考え方は外国語の習得にも言えるのではないかと思いました。そうですね。外国語を話すようになるためには、その言葉でアウトプットしてみること、つまりその言葉で話したり、書いたりすることが有効なのではないかと思うようになりました。その通りですね。ですが、近く私は近くに外国語で会話できるような人がいません。アウトプットする機会が乏しいのです。例えば、外国語を音読してみるというのも、外国のアウトプット学習法として有効なんですが、そうです。 ささんのお考えを教え教てくださいあのですね現在の一番技術的に重要なポイントってのはど非同期コミュニケーションなんですよだから確かにフェイス2フェイスで外国語で会話できる人がいたらいいんですが同期したコミュニケーションしなくても非同期で例えばそれこそさっき言ったジョー「ロー老ンのポッドキャスト面白いんで「ジョー老ンエクスペリエンス」ぜひお聞きになってそれについての質問をあ質問というかあの反応をですねまあ,あの お英語圏ではリスポンスビデオって言うんですけど昨日僕はあの例えばあの三浦瑠麗さんのえっ、ー、と尾身先生に対する宗教指導者というあの批判に対して僕が上げた34分のビデオがリスポンスビデオって言うんですけど俺はこう思ったよっていう反応をするビデオを上げるっていうまあだから野口さんが別に YouTuber だとしたらですよ YouTuber ーーじゃなくてもそういうリスポンスビデオだからなんかユ僕の勧めだからなんか YouTube 見るじゃないですか。 でそれに対して自分の感想を、レスポンスを喋ってみるっていう、でその時に YouTube で上げるとさらされるんで、さらにあの、あなんていうか、プレッシャーかかって伸びると思います、もしおやりになられたら、いいじゃないですか、登録者数が10人でも20人でも、練習だと思ったら、そういうやり方はいかがなものでしょうか。第1田島さん、サッカの小野伸二選手、ある試合で膝を大けがしていない。 プレーの,のないイメージが浮かばなくなってしまったらしいです。そうですか。ーおのえー、と説明が難しいのですが、それまでは自分が置かれていた状況や次にどんなプレーをするかが把握されていたことがうまくいかなかっ,ったということです。えー、いわゆるパンチとランカンだと脳に与える衝撃として因果関係が分かりやすいのですが、この例は体と脳の関係なので不思議だと思いました。 うん研究あるんでしょうかその時の語ったインタビューがこの記事の中盤にありますということであの URL 貼ってくださってるんですけど後で見ますね。であのこれは当然ありますだってあの脳の,その身体イメージを司るところってのはこの頭頂葉のっりなんですけどこれ空間イメージでもあるんですよつまりだからそのサッカーってまさにその身体イメージと空間イメージのを使ったシミュレーションをしてるんですね。ですからそのサッカーの一流トップトップ,プレーヤーはこの身体イメージと空間イメージの,その一体化した 内ーイメージのシシシシミミュュレレョョンンここににってて本当しるんですよなので要するに身体イメージの一部がちょっと阻害されてしまうとそのシミュレーションがうまくいかないっていうことだと思うの逆に言うとそれ聞いて不思議な感じするじゃないですかだけどあの実際にはそのサッカー選手にとってはそれがごくごく当たり前というレベルの思考をしてるっていうことだと思いますね。えー、サイロさん えー、今日の過程、私は同じクオリアは存在しないと思います。例えば、100という数字はいつも100だけれども、それは抽象の集まりゆえ具体になったもの、りんご1個にしても様々な要素が掛け合わさって同じはない、一方で存在しろという問題もで見方もでき、書きがないという私が言ってみるあたり、この世界は基本的に抽象の側から見にくい、でもそのように見るトレーニングの後にクオリアというものが見えます。具体からの定義で、この赤はこの赤だよということを固定している理由が何かが本質だとします。 具体の側からは関係者のネットワークをつないでいくことが限界値だと思います。では、中小の側から考えるには、えー、昨日の持論の外側は中小の視点なので、それが動機づけです。中小から見ると同じは似ているのであって、<coughs> エネルギー的に収束するであり、固定になるということはあり得ない。結果的に物理現象としては同じをかけますね。えー、中小からの視点での条件がとと違ったとしても、現象としては同じになれるという意味なので、ここでやっと意識は意識、氷は氷だとみます。この この抽象的には表現できないので抽象からの定義表現は難しいです森先生は何かこの赤のこのこ赤でいうことを仮定性ている中のおじがないという視点からの表現何かできますかえっ、ー、とこのポインターというかですね指示詞の問題というのは極めて面白くて固有名の問題とかとこれつながっていくと思うんですよ哲学的にはねでこれはですね極めて難しい問題でむしろクオリア問題を含むより普遍的一般的な問題の における一つの形式なんじゃないでしょうか。これはですね。極めて難しいと思います。あのな、これは大変大変難しい問題ですね。同じということの操作的な意義。但塩谷健って俺のまあ、親友の哲学者服装、楠海 <laughs> 思考哲学者が。 あの大学生の時に俺と喋っててよく 1+1 の左の位置と右の位置は同じなのかってわけわかんないこと言ってましたが、まあ、それにつながる話だと思うんで、えー、とクーディア問題を含むより、えー、なんていうんですか普遍的な問題なんじゃないでしょうか、えー、本家の森さん東広樹さんとのなれそめを聞かせてくださいまた東さんのすごいところはどこだと思いますか東広樹さんとはだから彼がグローコムにいた時なんで何年前なんですかね 最初にやった時俺これ東さんに言うとあんまりあれなんだけどテントウムシみたいな人だなと思ってなんかテントウムシみたいないや俺も人言ってじゃないですけどすごいところはやっぱパッションなんじゃないですかね知性を持った人はいるんだけどあのパッションを持った人はなかなかいないと思うんですよ運動量がすごいですよね運動量が大きい強い人ってなかなかいないですなかなかいないですそれは教えられるものじゃないんでうん素晴らしい人だと僕は思ってますけども 尊敬してますあずまちゃん好きよ <laughs> えーと秋あ,あきしょうさん。昨日のペンとノートの動画を見ましたが、私はデジタルアナログを問わず、何か記録したり保存したりする習慣がそもそもありません。だからノートも持っていないですし、スマホもデータがかなり空いています。そういえば、ひろゆき氏もメモはしないと言ってました。書いてる間、考えが鈍ってしまうらしいです。しない派の人をどう思いますかいや、全然いいんじゃないですか。ただね、あの脳の活動家で言うと、メモをすることしながら考える。 あのどうモードとメモしないで考える。戻ったぜ。別のモードなんて違った。脳の使い方をしてるんですよね。だ僕もだから常にメモしてるわけじゃない。わけですよ。メモしてないで考えてる時間帯も当然あるわけですよ。だそのメモしないで考えてる時間帯にはそれに固有の、えー、脳の神経細胞の活動があってメモしてる時間帯にはメモしてる時間帯のし固有の神経活動があるってことです。だからその両方がある方がいいんじゃねえ。っていうのが俺の立場ですね。 ハニビー・ブルーさん、えー、茂 <coughs> 先生、いつも楽しいおしゃべりと、ためおしゃべり,あり、たみなる動画をありがとうございます。いや、こちらこそですよ。えー、ラプラスの悪魔、魅力の観測点、マンデラ・エフェクトのことかと思われます。えー、茂先生は、マンデラ・エフェクトについて、どう思われますかお考えを、えーえー、お聞かせいただけたら思います。いや、ラプラスの悪魔は分かるんだけど、マンデラ・エフェクトって何マンデラ・エフェクト。 ラプマンデラ効果とは事実と異なる記憶を不特定多数の人が共有している現象を指すインターネットスラングなんだ。へ当時存命だった南アフリカの指導者ネルソン・マンデラについて1980年代に獄中視していたという記憶を持つ人が多数で現れたことに由来する造語へ知らなかったですね。うんそうですか にお,における復旧ネット上で都市伝説があのなるほどねいや、えー、と初めて知りましたこれと何でしたっけラプラスの悪魔うんラクマルスの悪魔っていうのはそのエントロピーの話なんでえっ、ー、とごめん違うわラプラスの悪魔かえっ、ー、とラプラスの悪魔あっちの方がごめん、えー、と宇宙の歴史全歴史が、えーとまあ、計算できるって話ですよね。だから 俺がちょっと今マックスの悪魔と勘違いしたかったんだけど論理的にはつながらないと思わない思うんですけど、ま、いやマンデラエフェクトは単にそういう認知的な現象があるってことでそれはあると思うよそういうことはみんながなんか共通の共同現象を持つってことでそれ強められるっていうことはあると思うんですけど魅力の観測点っていのはちょっとググってみたんですけどありませんね。あのマンデラエフェクトについては要するに事実じゃないことをみんなが記憶しているように感じるっていうのはそういうことはあるでしょう時々。うん でそれがそういうふうに言われることで増しますます暗示っていうか偽の記憶が作られるんじゃないですかまあマンテラさんがなんかごく躊躇してたよねっておそらく他の事象となんか混ざっちゃってるんですよね。で誰かがそういう混ざったこと言うとある程度言ってることを言うとドミノ倒しみたいに「あそうだよねそうだよね」よねって要するにあの脳の記憶って他の人とコンシステントに取ろう要するに書き換えちゃうっていうのは実験はいっぱいあるんでだ他の人がこうだよねって言ってるとそうだよねって思っちゃうっていうそういう一般的な。 あの記憶のメカニズムの一例がこのマンダラエフェクトなんだろうと思いますけどもねやる気ありました、えー、ADHD やアスペルガーの人がは創造性や独創性があるとも言われますがそれは脳科学的に見てなぜなのでしょうか ADHD やアスペルガーの人の脳の作りがひらめきを作りやすい構造になっているのでしょうか確かに私も絵を描くのは好きですが毎回インスピレーションが湧いてきてそれを周りに見せるとピカソの絵みたいだねと言われたりしますピカソも ADHD だったそうですねそうですねあのー まああのー、ADHD アスペルガー恐らく共通してるメカニズムは脳のリソースの使い方において意外と没入するっていうか一つのことをずっと続けるっていう傾向があるってことがあると思うんで,で、えっと、ADHD の場合はそれがアテンションがどんどんシフトするんですけど常にその強度があるっていうかです、ね、あるものにあの向かい合っても強度があるってそういうことでそれが独創性とかそういうことに結びつきやすいということなんだろうと。 思うんですけど同じやる,やる気ありますさんですね。えー、と私は ADHD、アスペルガー愛着障害と診断を受けていますと。と、まあ、いろんなバイ,しバイトをしましたが、3ヶ月が限界です、えー。人間関係の構築や維持も難しく、友達0人です。えー、感覚過敏の症状もあり、ストレスが溜まってくると症状がひどくなります。えー、聴覚過敏と視覚過敏があり、小さな物音まですべて聞こえて疲れてしまったり、光も眩しく感じて目が疲れてしまいます。 お手や光に入ってくる量、で <coughs> できないせいでせいだそうですが、脳の仕組みはどこと関係しているんでしょうかこれはだからそのじまあ脳の,その入力のところのその、えー、と感度の設定がやる気ありましたの場合にはあの少しの感音でも大きい強度につながるような変換関数になっているってことだと思うんです。 でそれはもう脳の個性なんでそれを前提にいろいろ工夫されていくのがいいのかなと思うんですけどこの後のご質問とも合わせるとやはりあの、まあ、で絵がねお好きなんだとすると絵を描くということを一つの取っかかりにしたらどうかなと思うんですよね。えーとまあ、お好きな絵をどんどん描かれていってそれを好きな人だが出てくるとそれによっていろいろ道も開けていくかもしれないし是非絵を描いたりするということを、えー、一つの取っかかりとしてされたらいいのかなって思いますけども。 えーとその感覚過敏とかそういうことも絵を描く上でユニークな表現に繋がっていく可能性もあるかなと思いますね田中隆さん、えー、質問失礼しますもともと自分は音楽を聴くことが好きだったのですが大学生になったあたりから聴いても何も感じなくなってしまいましたそうなのか今大学3年生ですどうにか昔のように思い通っやって,て自分でもスイをあべたのですが解決できていません自分の中では大学生になってあまり 勉強もせず、だらだらした生活を送るようになったのが、何か関係しているのではないかと思っています。何か森先生にお考えはありませんでしょうか。また、あと、あのですね、音楽を聴くっておそらくセッティングにもよって。その時の人生の状況とか、思いとか、そういうものは投影されていくんですよね。だから、やっぱり音楽を聴いて感じるというのは。やっぱり田中さんが生きていく中で、そういう状況が生まれると。 うういなとと思うと思うんですよ。だからもしですよあまり勉強もせずにダラダラとした生活を送ってらっしゃるんだとしたらもったいないですからねだから <coughs> まあ勉強バイト友達付き合い恋愛いろいろ頑張ってご覧になれたらいいのかなと思うんですよ。そうするとおそらくあの人生のなんていうか喜怒哀楽が充実していってその中で出会った音楽がふーっと心の中に入きて。 感動するというやっぱ人生経験を積み重ねるとさらに音楽がよく聞こえるってことがあるんじゃないかなと思うんですけどケンモジー先生そうですよねそうじゃそうじゃそうじゃうわあ <laughs> ケモジー先生今日は鳥羽アギアに乗るってよかったですねわあ鳥羽アギアから見える景色は素晴らしいぞまた明日。